ハロー YouTube にハオヨーコンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、2年間かかろうとしてかかれなかったバイリンガルの僕がですね、皆様に中間ニュースをお届けしようと思います。あのウイルス求めて、3000里ということで、世界各国を回っていたわけなんですけども、とうとうかかりませんでした。はい、なんつうのかな、なんかね、かかろうと思ってたらかかんないのかなみたいなね、そんな感じなんですよね。まあでもなんかあのウイルスちょっとあった方がね、旅行って刺激的なんじゃないかなと、そんな風に、ね、思った次第で、ございます。はい、今日はね、そんなね、例の病気関連なんですけども、なんつうのかな、1個目はですね、これなんていうの、パクスロビッドでいいのかな、パクスロビッドでいいのかな、ファイザーのね、パクスロビッドがですね、北京で4.8 万元1個ということで、売る人が出てきたという話なんですよね。まあ本当かどうかね、わからないんですけども、4.8 万元ね、ほぼほぼ90何万円とかね、そんな感じですね。そこまでね、手に入んないと。でこのパックスロビッドがですね、例の病気の特効薬がですね、これぐらいの高値で、売れるように、なってきましたよと、そういった話ですね。1個目これですね。それでですね、例えばね、これね、多分ね、実際読んでみるとそんな話変わらないと思うんですけども、僕がね、一応ね、ツイッターの方にたくさんのね、動画、要はね、病院とか、あとは霊安室とかね、たくさんの人がね、点滴受けてる、動画があるんですけども、そちらの方をご覧になってくださいね。でね、なんつうのかな、で中にはですね、田舎の方なんですけども、もう昔の治療しかしないと、割り切ると、とにかく点滴しまくると、もう精神論だと、いうね、僕今までほら点滴に、基本的には否定的だったわけなんですよね。点滴って基本的には自分でね、食事ができないとか、水が飲めないとか、飲んでも吐いてしまうとか、そのぐらいね、あとは衰弱した人とかに打つもんなんですけども、中国じゃね、まだ全然歩けるよと、自分で飲み食いできるよという人にね、なぜか点滴をしてしまうと、それでね、高額な医療費を取るということで、僕はね、ちょっとあんまりいい印象じゃなかったんだけども、なんかその田舎ではですね、点滴で抗生物質を打ちますということでね、なぜならば、その例の病気で、少なくとも例の病気で、なんつうのかな、肺炎になるのは防げないんだけども、例の病気で傷ついた体で、引き起こされる、感染症、細菌による感染症は防げるはずだから、点滴打ちますと、そういうふうに、ね、精神論でやってるところがあって、なんか効果が出てるという噂が出ていますね。本当かどうかわかんないんですけども、たまにはなんか一種の信仰もね、大事だよね。信仰が、暴挙を生み、暴挙のみが奇跡を起こすといった、そういったね、話もあるぐらいなんで、何もないよりはマシなんじゃないでしょうかという、話なんですけどもね。もちろんね、僕はね、家でしっかり休んでろっていうの方がね、正解だと、思うわけなんですよね。でね、今回のこの記事ね、読んでたら普通と変わらんので、やめときました。はい、それでね、その次がですね、とあるね、これ中国の外交部で働いている人が、書いた話なんですけども、要はね、自分のね、住んでる集合住宅でですね、例えば、住んでるところで26人死んでいると、で隣で3人死んでいると、でそのまた隣で12人、そのまた隣で、11人死んでいると、で彼の、なんていうのかな、嫁さん の, お母さん、義理の、ね、お母さんはですね、例の病気がですね、爆発する前にお亡くなりになったということで、まだね、ちゃんとね、お葬式とかできたりとかね、費用がね、正常であったりとか、なんつうのかな、したわけなんだけども、例の病気がね、爆発した後、大量感染した後ね、の人はですね、まずね、病院に行けないと、で高額な医療費を払わなくちゃいけないと。
でね、それでね、なんていうのかな、まあ、残念ながらね、お亡くなりになってしまったらですね、まあまあだから、仮装が、なかなかできないと、それでね、並んでるということでですね、今ね、90歳の、知り合いがですね、90歳のね、昔のね、大使がですね、例の病気に感染しているわけなんだけども、北京の、どこの病院にも、ベッドがないと、それでね、まあ、どうしようもない状態に、なっていると、この中国のね、外交部ね、の人がね、書いているということでね、まあ、その次がですね、この天津、の話なんですけどもね、まあ、天津の病院で働いている人ですね、まあ、天津の病院にですね、2800の、とある病院ね、2800の、まあ、スタッフがいてですね、とうとうですね、PCR と抗原検査を禁止したと、熱が出てなければ、仕事しろということでですね、でね、それでね、病人に対して、熱が出てる病人に対して、CT、を行ってはいけないと。で、胸の部分の、なんていうのか、これレントゲンかな、まあ、レントゲン写真を、撮ったらいけないと、いう状況に、ね、なってきてますね。最近ね、肺が白くなるとか言ってね、まあ、僕も全然原因がなんで白くなる、まあ、悪くなったら白くなるっていうのはなんか、まあ、なんとなくわかるんですけども、まあまあまあそこら辺わかんないんですけど、まあ、とにかく白くなるのがやばいということでですね、もともとはですね、この病院で、亡くなるのは1日30人でしたと、しかしですね、今は1日、300人、死んでいますということでですね、で、お亡くなりになった場合はですね、みんなその基礎疾患が、原因で死んだということにして、例の病気で、死んだということにはしてはいけないという、ね、話になってますね。まあね、なんていうのかな、まあ、もうすぐ、中国国内ね、8億人が感染するだろうと、言われているんですよね。で、8億人ね、感染、まあ、なんかこれ、例の病気ってスルーしといたら、なんかそれだけの割合、だから8億人つうともう半分以上かかってるわけなんだよね。日本人だったら、だからまあ6000万人とか一気にね、かかってるような状態なんだけども、そんなにかかるのかなみたいなね、感じなんです。完全スルーでね、ワクチンも打たないで、特に対策しないでね。まあ、これがね、ちょっと僕は分かんないんですけども、元の理由が分かんないんですよ。まあ、だから海外でそうなってないからね。それだけ感染してそれだけ死んだ、まあまあ、死亡者数はちょっと今のところ不明なんですけども、まあ、アメリカでね、とりあえず感染した後死亡したと、そういったものを、ね、全部統計に入れて、まあ、大体ね、40万人年間に亡くなっていたのかな、それでね、まあ、かつね、いつも言ってるんだけども、タバコで年間にね50万人、お酒でね年間に30万人、死んでいるわけなんだよね。で、まあ、もちろんね、基礎疾患っていうのは、まあ、タバコと酒だけが原因なんじゃないんだけども、タバコと酒っていう明らかに、基礎疾患を引き起こしやすいものを規制すればね、まあ、ある程度はその基礎疾患になるまでの年齢をね引き延ばせるわけなんだよね。まあ、だから対策するんだったら先にそっちからやってくださいと、いう話なんだよね。まあ、そうしたらね、まあ、例えば体質のせいでね、どうしてもね、基礎疾患になってしまう人とかね、まあ、ベッドが空くんでね、まあ、ちょうどいいんじゃないかと、思うんですけどもね、それでですね、なんていうのかな、これね、多分ね、8億人がね、ほぼ同時に、同じ、なんか疫病にかかるというのは、まあ、人類史上初のことなのでね、ちょっとまあまあどうなるか分かんないんですけども、ただ逆にね、8億人がですね、まあ、同時にかかったとしたら、その2週間後ですよ。その2週間後に、だいぶね、集団免疫できてるんじゃないかと。まあ、それからね、まあ、短期間の、回復期ね、まあ、経済回復期に入るんではないかと。まあ、そういったね、なんか、まあ、明るい、予想も立てるのもいいんじゃないでしょうか。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。